久保さん、今回、GTO の鬼塚永吉にしましょうか、GTO。これね、僕はね、めちゃめちゃ面白かったですね。一番最初の1巻目の、ね、入りがね、めちゃくちゃ面白いですね、僕は。これね、まあ、ねあの反町隆史さんの,あの映画、ドラマにもなったんですけど、やっぱね、漫画本がね、マジで面白かったですね。 もうとにかく1巻目僕はあの授業中 GT を読んでたんですけど思わず笑っちゃいましたからね <laughs> 授業中漫画も読んでて笑うっていうねお <laughs> 前何してんだみたいな <laughs> まあこの矢沢行さんのねあのセリフの中でいい言葉があって人生にリハーサルなんかねえんだよ毎日は本番なんだよっていうねだ久保さんもねリハーサルじゃなくてね 常に本番で生きてたんじゃないかなと。ネットビジネスに入った時、常にリハーサルじゃなくて常に本番、うん。セルフバックも本番だし。で、多くの人はなんかセルフバックはリハーサルみたいに思ってる。なんかネットビジネスのなんかその初動っていうか、なんかリハーサル本番ではないみたいなね。久保さんはまあね、セルフバックですら本番と思ってやってたから、セミナーもやっただろうし。本番と思ってやってなかったら、セルフバックで終わりですよ。 本番と思ってるからセセミミナナーーそれでセミナーするしうんまあねこれで1億だって描けたわけですからねそれがリハーサルのように思ってる人には、うん、セルフバックで1億円は描けないでしょうねいってらっしゃい。